ルーカス・オイル・スタジアムは、アメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリスにある、多目的開閉式、ドーム・スタジアム。アメリカンフットボールのほかサッカーやバスケットボールの試合が開催される。隣接している、インディアナ・コンベンション・センターとは、地下通路で接続されている。2008年に完成。NFL のインディアナポリス・コルツのほか US セルチャンピオンシップに所属するインディーレブンの本拠地でありビッグテンフットボールチャンピオンシップゲームの開催地でもある。また、モトクロスの選手権としてアマスーパークロスも開催される。スタジアム内部当初はインディアナスタジアムと名付けられる予定だったがルーカス・オイルが命名権を取得した。同スタジアムの収容人数は6万3000名で、 スーパーボール開催の基準に満たしており、2012年に第46回スーパーボールが同地で開催された。また、2010年には NCWA 男子バスケットボールトーナメントのファイナル4が行われ、2015年と2021年の開催も決定している。2008年以降はバンド・オブ・アメリカとドラム校の大会が行われる。NFL の試合において、 屋根の開閉の決定権は、ホームチームにあり、キックオフの90分前に開閉するかを決める。毎年2月には、NFL のドラフト候補生を集めた、NFL スカウティングコンバインが開催されることでも、知られている。アバウトアイスクバ、ステートオブインディアナ、2011年12月10日事件の、オリジナルよりアーカイブ。2012年1月10日閲覧。イフユー。 ビルドイット。インディアナポリススター。オリジナルの2011年11月14日、時点におけるアーカイブ。 https://wave.archive.org/wave/20111114113241/http://www2.indystar.com/users/fact f i l e s l a n d m a r k s 0 4 2 3、no?> ね、スタジアムグラフィック p d f 2 0 1 2年1月10日閲覧 パブリッシャーイコール A2SO4 ルーカスオイルスタジアム2012年1月10日閲覧ルーカスオイルスタジアムエンポリース2012年1月10日閲覧ファクツンインフォメーションルーカスオイルスタジアム2012年1月10日閲覧ありがとうございます